こんにちは。今回の気になる男シリーズは、ちょっとしたね、講義をさせていただこうかと思います、えー。内容はね、3つにまとめております。これは情報発信において、成功する法則と言ってもいいぐらいの重要な3つになります。よろしくお願いします。まず1つ目なんですけども、自分の納得できないことからやってみてください。ね、納得できることばかりをやっていて、そして今に至って稼げてるんだったら問題ないと思います。でも、 いまだに不安を抱えていたり、思うように稼げなかったり、アウトプットが上手にいってないと思うんですよ。それはですね、自分の納得できることからやってるからなんですよ。だから逆回転でですね、納得できない、つまりは選択しなかったものを選択してみたらどうかなっていうことなんですよね。こっちの道、あっちの道ってあると思います。デコー道、スーッと通るような高速道路、サービスエリア付きの道。大抵は 目的地に着くためにサービスエリア付きの高速道路をスッと行くと思うんですけどもあえてね時間もかかりそうで景色も良くないそして危なっかしいやつらが出てきそうな凸凹ココ道を行くっていう選択をすると案外かかんんなないこととが分かってくるるよようになると思うに思ですよそしてその凸凹ココ道からはねサービスエリア付きの高速道路がこうやって見上げることができてああの辺崩れそうじゃないの危ないなとかねあなるほどみんなが選ぶ道を自分も行ってたんだなってことに気付くわけなんですよ。 でですんで、ね、納得できないことに目を向けることによってずっと納得できていることをやってきてうまく成果が出なかったものが裏側から見えていくっていうことができます、まあ、ですんで、ねまあ、進められたこととか新しいこととかいろんなものを取り入れると思いますけども、まあ、これはないわなだからやってみようかっていう風なねこんな発想を持つと情報発信はうまくいきます最近で言ったらね私はね AI アート絵を描くこと それでは、あの、なんか、いわゆるね、二次元とかね、秋葉系とか萌え画とかね、まあ、オタクみたいなね、そんな絵を描くこと、私はなかったんですけども、実際に飛び込んでみると、それがすでにお金になってですね、自分の楽しみになってきました。いろんな世界が見えるようになってきましたし、その中でね、今まで考えもよらなかったような、あの、AI アートのアーティストとして、私のね、弟子もできそうなんですよ。いやー、面白い世界ですよね。<laughs> うん、数ヶ月前まで私はね、ズブの全くわからない人間でした。 もっと言うと、10年前は私は麻雀店の親父でしたからね、YouTube とかインターネットとか全く関係ない人間でした。でも、ポンと飛び込むことによって、本当かーと思いながら懐疑的に飛び込むことによってですね、私の世界はそこから一気に開けたということになりますね。納得できないことからやってみるという視点も持ってみてくださいということです。これが一つ目。二つ目はですね、良いものは全てアウトプットすぐにしてください。あ、これいいな、新しい発見だな、新しい出会いだな、というのは全てなんですよ。 だからコンビニに行って普段買わないようなねパンを買いましたちょっとこれ食べながらレビューしてみようかこんな小さなことから始まるんですよ私は結構ね外食が好きで実は昨日も行ってたんですけどもおいしいなぁと思ったらすぐにアウトプットするんですよねそうするとそのアウトプットを見て「どこなんですかそれ私も行ってみたいです」とかね久保さんはいつも外食の紹介をしてくれてますけども自炊しないんですかって言ったら私は8割9割自炊ですからね でもその中でも週に1回か2回は外食をしてそこで新しい自炊のネタを勉強しに行くというところもあるしあとね飲食店に行くと町が見えやすくなるんですよ。あそこでこの前食べたよねとじゃあそこから右側にどのぐらい行ったところに何があるよとかこっちがあるよとかね道案内もできやすいんですよ。 で、主に私は家族としか過ごしてませんので、その中で会話が成立しちゃうのは、この前食べに行った和食の店からずっとね、1キロほど行ったところにこういったものがあるから、そこで待ち合わせしようよっていうふうに言ったりとかね、すごくやりやすくなってくるんですよ。街が見えやすくなりますし、何よりもね、私の選ぶ飲食店って、その飲食店のオーナーさんとかね、店員さんとものすごく仲良くなれる場所なんですよ。まあそれが集客にもなったりするわけなんですけどね。<laughs> はい。えー、いろいろと申し上げましたけども、 いいな、美味しいな、美しいなと思ったのは全てアウトプットするってことになります。ですんで、子供たちとのいい関係とかね、子供のいい表情とか、可愛らしいあの動きとかは全て動画に撮ってすぐアウトプットするように私もしております。はい。で、3つ目です。難しいことからやってみてください。いうことですよね。これは1つの例を申し上げましょう。ネットでビジネスをしようとしたときに、どうしても避けられないのが、セミナーでものを販売するっていう形式だと思います。ね、ちょっと難しそうでしょ。 これからあげる4つの中から、最も簡単なものからね、並べるとどうでしょうか。簡単なものから4つあげてみますね。まずはね、ランチ会。まあ、食事会みたいな感じです。ランチ会するんで来ませんかってのは誘いやすいでしょ。ね。だからまずランチ会をする人が一番多いんですよ。参加もしやすいですしね。で、次にオフ会です。今回はオフ会といって、いつもご関心に耐えている方とちょっと集まってね、一つのテーマについて話し合ってみようかと思うんですとかね。例えば、 ドライブオフ会するんで皆さん集まってくださいと。で、それぞれの車に乗って出かけましょうみたいなのもあると思います。ね、そういったオフ会。ちょっとランチ会よりもハードルが高くなります。場合によってはオフ会の中にランチ会を入れたりするかもしれません。え次は勉強会です。一つのテーマについて皆さんで知識を共有しましょうと。今回の講師は誰それさんです。もしくは皆さんが講師となってあわけ隔てなく一人一人発表してみませんかっていう場所ですよね。この勉強会ってものがあります。どうですかね勉強会されたことあります ちょっと難しそうでしょ。ランチ会と勉強会、どっちがやりやすそうですランチ会だって答える人が多いと思います。じゃあ4つ目です。セミナーです。セミナーを集客して、そこで何がしかのプレゼンをして販売してみてください。セミナー、どうですかね。難しそうでしょう。で、ランチ会、オフ会、勉強会、セミナーっていうふうな4つの段階があった時に、さあランチ会からしようかな、ではうまくいきません。セミナーからやってください。 一番難しいことするんで失敗してもまあしょうがないか難しいことやったんでで済みますんで精神的なダメージは低いですでもセミナーやるとねたとえ一人でも人は来てくれるんですよいやもっと言ったらね誰も来ないかもしれませんでもセミナーやってくださいその映像がセミナー第1回目の映像になるんですよでその映像をもとにセミナーの第2回誰も来なくても懲りずにやってくださいそうすると第2回の映像もできます 第3回、今度参加してくださった方にはセミナーの1回目2回目の映像もお付けしますどうでしょうかねいつか来ますよそうやって言ったらそれが信用を高めるってことなんですよだってセミナーに誰も参加しなかったら誰も参加してないってことはバレないんですよですんでセミナーの映像を撮るとあセミナーの参加者ってどのくらいいたのかなと自分も言っとけばよかったかな次ないかなあ次もあったうわ次の日程も合わないなそして勇気も出ないなやめとこうか で3回目もあるの3回目もあるってことは相当人気なんだろうなといや今度は行ってみようっていうふうにだんだんとその意識っていうのは近づいてくるんですよ誰も来なくてもセミナーを繰り返すことによって第10回ですっていうのもうできるんですよねそうなったらどうですかねセミナーを開催して誰も来ない方が好都合って最終回にはなってしまうかもしれませんよねでセミナーをやった暁にはじゃあ勉強会オフ会ランチ会もう楽勝ですよっていうふうな心理状態になってます だから早くうまくいくんですよ。ということでね、難しいことからやってみてくださいってことを今日はお伝えして3点にまとめさせていただきます。もう一回言いますよ。納得できないことからやってみてください。良いものはすぐにアウトプットしてください。難しいと思うことからやってみてください。この3点でネットビジネス、主にはセールス活動はむちゃくちゃうまくいくようになります。ぜひね、トライしてみてください。 えそして情報発信においてすごく大事なことを今日はねおまけとしてお付けとしておきますあの目的を持って話して何を伝えないかってこ何を伝えたいのかってことはきっちりとねオチをつけて話すことが大事になってくるんですよ今回はネットビジネスでうまくいくための方法を3つにまとめてお話ししましたまあこれは講義と言ってもいいんですけども実際これを1時間ぐらいいろんな事例や私の熟成さんのパターンを用いてねお話しするんで大体1時間とか1時間2時間になってくるわけなんですけどもでもね 肝心なのは何を言ってるか分かんないまま終わってしまうってことなんですよ。それ本人的にもね、あ何言ってるのか分かんないなみたいになっちゃったりするした場合は、その時点でもうね、話は終わって、今日はちょっと中心させてもらいますみたいな感じでやめていくことが誠実さを表すことになりますし、何でもかんでもやればいいとかね、何でもかんでも動画とりあえず上げとけばいいってもんではなくて、うん、やっぱりね、人が離れていく動画ってのもあるんですよ。で、それはまだファンが少ないうちは極力避けるべきです。 人が離れていくものとかこの人の話は聞いていても時間を無駄にしたな次はやめとこうっていうふうに結局ね次の動画も期待させるようなことをやるからまた見ていただけるリピートが生じるんですよでもなんだこの人は全然聞いてらんないなとこれ本人も分かってないんじゃないかなってことを表現しちゃうとこれはアウトプットするアップロードする以上にダメージがくるんですよだからそういうのは潔くねちょっとこうオフリミット ボツにして、新しいものを気持ちを整理して、取り直した方が絶対にいいと思います。何でもかんでもあげても、受け取ってもらえるかどうかってのは、ファンが増えてからの話なんですよね。だからまだまだ自分の売り上げが確立してないと。経験値が少ない間は、うん、自分なりに納得できるものをあげた方がいいでしょうね。その納得感ってのは何かっていうと、伝えたことが明確になっているかどうかってことなんですよ。じゃあ今回動画撮りました。私が何を言おうとしていたのか、3点にまとめてみてくださいよ。って言ったら3点にまとまるでしょ <laughs> 難しいことからやるとか、納得できないことからやるとか、あのー、いいなと思ったものをすぐ伝える。この3点だけに絞ってお伝えしましたんで、この動画の感想を3点にまとめるって言ったら3点にまとまるよねって話になるんですよ。まあ中にはね、知事滅裂なことは伝えないっていうふうに一言でまとめる方もいると思いますけどもね,ね。こういうふうに動画っていうのは、今回はこれをお伝えしましたってことをオチにして終わっていくと一番いいんじゃないかなと思います。それがまあコンテンツとして問題解決をしている、えー、無料動画なのか、 それともね、ただよくわかんない動画なのかの境目になってくると思います。それでは参考にしてみてください。次回もよろしくお願いします。いってらっしゃい。